羽生譲る、プロ転校前の葛藤を語る、松藤や由美は驚き、想像していたものと真逆だった。ご視聴、ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。プロフィギュアスケーター、羽生譲ーる、28が、23日放送の日本放送、松藤や由美のオールナイト日本ゴールド、金曜50.0、月1回放送でラジオ出演。 シンガーソングライター、松藤由美み、68との異色の対談の中で、プロに転校する前の葛藤を明かした。今年7月にプロに転校した羽生葛藤はあったのかと問われると、選手としてやっていくにあたって、点数って上限があるんですよ。僕は2015年ぐらいに採点システムにおける、ほぼ最高点に達してしまって、それから歌で言ったら、本当に細かいところかもしれないんですけど、 コーラスの部分、ちょっと上手くなったなとか、ちっちゃいところかもしれないんですけど、いろんな部分を強化してきた。ただ、それが細かすぎて、なかなか点数に反映されなくなってきてたと振り返り、なんでこんなに頑張ってるのに、なんでこんなに点数として目に見える成長が見えないんだろう。っていう葛藤はありましたねと打ち明けた。続けて、実際、今もまだまだ上手くなっているなという実感ありますと言い切り、現在の活動の一つであるアイスショーについて、 競技という枠から超えたことをずっとやってるので、点数とか順位じゃなくて、完全に評価がお客さんに投げられてる。そこに評価の最高地点がないじゃないですか。限界はないので、自分のことをよく知ってくださったり、演技がいいと言ってもらえると、一番嬉しいんですね。こっちの世界に入ってきて、自分が目指したいものを目指していけるのは自由でもありつつ、プレッシャーも感じつつ、でも、やりがいはあるなって感じておりますと語った。そんな羽生の話を聞いた松藤屋は、 黒に転向した理由が私が想像していたものと真逆だったと驚いていた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。